では7やっていきます。 A プラス B プラス C コルクの時 B 分の1プラス C 分の1プラス B C 分の1プラス A 分の1 C A 分の1プラス B 分の1を求めよう。だからでは A の B 分の1プラス C イコール A プラス B の1A 分の1引く A プラス B 分の1引く A プラス B の A 分の1プラス B 分の1、B 分の A マイナー A プラス B 分の A A 分の B マイナー A プラス B 分の B マイナー A 分の A プラス B B 分の A プラス B。B 分の A プラス A 分の B A プラス B 分の A プラス B 引く A 分の A 引く A 分の B B 分の A 引く B 分の B なので、これ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 で、マイナス3マイナス3、よし、できた。次、X イコール2マイナルート3の時 X3 乗マイナ X2 乗マイナ 6X 引く1を求めよう。3と2か。あ、そっか、X-2 はマイナルート3で、 X-2 の事情はマイナルート3の事情、だから X 事情引く 2X じゃ 4X プラス4は9 3で、X 事情は 4X-1 ってことで、様式は X の 4X-1-6X-1 は 4X-1 の X-1 引く X 引く 4X 引く 6X 引く1足す1で 16X 引く4引く 11X、 違う、27じゃねえよ、 5X 引く4で、5、2引くルート3引く4は10引く5ルート3引く4は6引く5ルート3 OK、できた。で、次いきます。y イコール z 分の1イコール1。あ、違う、いきなりや。いきます。y プラス z 分の1イコール1 x プラス z 分の1イコール1の時の x プラス y イコール1は、だからどうやんだこれ、y イコール1引く z 分の1、x イコール1引く z 分の1。違う、間違ってんじゃん。 z プラス x だから、
で z 分の1プラス z 引く1なので z 引く z は1引く z 分の1引く z イコール1多分できた。はい、次次いきます。1プラスルート3/4整数を A 小数を B としたら A と A の値と B B が6に見える B 4乗プラス13 B の3乗プラス B の2乗 B 引く7止めよう。ルート3の事情は1プラス3プラス2ルート3で4プラス2ルート3の事情は16プラス8 16ルート3プラス8違う12よって28プラス16ルート3分の4は7足す4ルート3なのでルート3は人な、なので47したんだから4倍したら 2.8 の同じように B 引く6の事情は48から B の事情引く 12B 引く足す36は48で B の事情引く 12B12 は0 B の事情は 12B 引く1なるので10
あまりも計算ミスがひどいので、もう一回最初からやってみます。 13B の3でプラス B の2乗分の2引く 8B-7 で、B プラス6イコール4ルート3なので、 B の2乗プラス 12B、 12なので B の2乗はマイナス 12B プラス12なので、 B の3乗はマイナス 12B の2乗引く 12B で、 B じゃプラス 12B、 B の4乗はそっか、 B の3乗 B か、なのでじゃあプラス12でくくって、くくって B プラス1は B の3乗の B たす 13B の3乗プラス2分の B1 乗 8B 引く7マイナ 12B1 乗引く 12B の B プラス13プラス2分の B1 乗引く 8B 引く7は B の3乗引く12B の2乗プラス2分の B の2乗 8B 引く7は消えて、なので2分の違うな、これが消えて、だから2分の B 1乗プラス 4B 引く7プラス12プラス 4B 引く7はマイナ 2B 足す5、違う、一応できましたけど、計算ミスしまくって40分ぐらいかかりました。以上です。